こんばんは、おはようございます。えっと、本日はですね、えっと、個人投資家の中でも、えー、特に人気な日本タバコ産業 JT の、えー、決算発表というか、まあ、株買った方がいいのか、まあ、後輩と銘柄で有名で、えっと、先日ですね、本日、今日が12月30日なんですけども、ちょうど昨日が権日、えー、権利落ち日後、ちで JT の株、 の方がですね、一気に下がったタイミングだったので、まあ、買いたい投資家さんだとか、売却したいなと思っている投資家さんとかいらっしゃるのかなって思って、えっと、今回ちょっと動画撮っていますと。まあ、なので、まあ、株を保有した方がいいのか否かとかっていうところの話とかも含めてですね、えっと、過去の業績と比較して JT 株の方を、えっと、解説していきたいと思います。はい。JT なんですけども、皆さんご存知の通りですね、えっと、タバコがメインの 会社さんになってますと。一応、じ、セグメント、事業のセグメントとしては4つありまして、国内のタバコ事業ですね、海外のタバコ事業、医薬事業、加工食品事業という形で、えっと、4つ事業を展開しています。タバコ関連はですね、材料等を仕入れてから、えっと、製造、販売をする事業ですね。で、医薬品事業の方はそのの通りですね、繊維を委託で製造してから販売等を行いますと。 加工食品事業の方は、こちらのテーブルマーク株式会社の方に、まあ、えー、で、製造、販売をして、まあ、販売をするっていう形になってます。まあ、会社の会社ですね。はい。となってますと。で、今回ですね、決算単身の説明と、を、えー、やるんですけども、そちらの方はメインではなくて、ちょっと決算単身だと、結構いろんな事業がまるっと、えー、丸ま何て言うかね、まとまっているので、 えっと、将来に打すことが難しいのかなって思って、えっと、自分でですね、セグメント別に、こう頑張って決算短信だとか、有価証券報告書から数字引っ張ってきて、えっと、セグメント別に考察して、しましたので、まあ、後半そちらの話を、えー、したいと思ってますと、で、そちらと、あと、まあ、 えー、過去の EPS とかの推移とかからですね、かえっと、この銘柄、後輩等株として買った方がいいのかどうかとかっていうのを最後結論付けていますので、えー、よくれは最後までご覧ください。流れとしましては、はじめ、軽く決算単身の方、えー、直近のものを紹介してから、残りの時間でこちらの、えー、セグメント別の分析等を行って、えー、JT 銘柄に投資した方がいない,いのか良い,い,い,いのかっていうのをちょっと結論付けていきたいと思います。ま、あくまで個人的な考えではなるんですけども、よろしくお願いします。 はい。えっと、まずですね、直近2020年12月期第3クォーターに出ている、えー、10月の末に出ている、えー、決算談子の方の解説となります。で、こちら実績ベースでですね、えっと、昨年と比較してから、えっと、売上高の方は1.6兆円から1.5兆円という形で、マ、え、イ、っ、ナ、と、ス2.5%下がっていますと、営業利益の方はですね、4500億円から、えー、3900億円という形で、マイナス11.4%下がっています。あとは飛ばして、4半期の、えー、 利益ですねこちらの方はまず、えー、親会社の所有者に帰属する4半期純利益につきましては、えー、3160億円から、えー、2570億円という形でマイナス18.4%残念ながら下がっているというのが実情となります4半期の包括利益につきましては、えー、昨年に比べてマイナス82.3%減少という形になっています こちらの方は2019年度にですね、えっ、ー、と、医薬品事業の、えー、ライセンス売却等があって、一時的に利益が上がっている状態になっているので、まあ、えっ、ー、と、まあ、ここは、昨年がちょっと得意だったっていうところをご認識ください。はい。で、EPS ですね、えっ、ー、と、基本的な一株あたりの四半期純利益につきましては、えー、昨年177.83円から145.40円という形で、えっ、ー、とー、 21%、18.4%ですね、えー、下がっているっていうのが、えー、実情となります。一方、連結の財務状態なんですけども、こちら、第3クォーター時点と昨年の、えー、通期の、えー、第4クォーター時点での、えー、資産の方の比較となります。資産合計につきましては、5.5、えー、兆円から5.2兆円という形で3兆円ほど下がっていますと。で、うちですね、えっ、ー、とー、 親会社の所有者に帰属する、えー、資 S さんにつきましては2.6兆円から2.4兆円という形で2兆円ほど下がっているということなので、えっと、自己資本比率の方がですね、46.4%という形で、えっと、減少をしております。配当の状況はですね、えっと、2019年度が154円だったんですけども、今期もですね、154円という形で、えっと、今まで増配は続けていたんですけども、今期で増配ストップという形になっております。 はい。月通の利益はですね、直近に公表されている業績予想から修正はありになった状態で、売上収益の方が2兆円、営業利益が4600億円、あと、まあ、親会社に帰属する利益の方が3100億円で、EPS が174円となっております。まあ、すべてですね、減少しているって形になってます。はい。 でもう少し過去の実績も見ていきますと、こちらの方がですね、えっと、有価証券報告書、昨年の有価証券報告書から引っ張ってきたものになりまして、えっと、売上収益とかがですね、まあ、えっと、2.2兆円から今は2.1兆円、兆円という形で、まあ、そんなに下がってないものの横ばい状態だかな、というのがわかるかと思います。まあ、ただしですね、当期に利益ですかね。まあ、えー、だとか、まあ、その EPS という配当原子になりうる、一、えー、株当たりの利益につきましては、 昨年から単調に減少しているっていうのが実情となります。はい。あと自己資本比率もですね、下がってまして、えー、62%5 年前はあったんですけども、今はもう46%に下がっているっていうのが形ですね。まあ、ここら辺の、えー、指標のところは、えっ、ー、と、ポイントとしてあるかなと思います。で、株価自体もですね、直近1年だと2400円からですね、 えー、2090円ぐらいまで今下がっていて、まあ、えっと、昨日が、権利の、権利落ち日だったので、えー、ここは一気に、昨日、おとつい、なんていうんですかね、おとついと昨日は下がってます。100円ぐらい。はい。で、これ、今1年チャートなんですけども、5年チャート、10年チャート等を見ていただけますと、わかります通りに、えー、JT のですね、ピークがですね、実は2015年くらい。で、そこから売り上げだとか利益が下がっているっていうのがありまして、 え、長期トレンドで見るとですね、今はですね、がっつり、え、加工トレンドに入っておりますと。まあ、基本的に、上がるスピードと下がるスピードっていうのを比較すると、上がるスピードの方が長くて、その後一気に下がるっていうのがイメージなんですけども、JT の方はですね、今ちょっと、もうずっと最近上がっている状態になってます。なので、えっと、こっからもし持ち直すってことがあったとしてもですね、えっと、だいたい2、3倍時間がかかるので、まあ、株価上昇は、もし、 えっと、売り上げ収益とか改善されて株価上昇するってなっても、ま、いっは、この、加工を取れるのが続くのかなと思っていますと。利回りは7.3% 7という形で、まあ、非常に良い数字ではありますと。はい。ということで、えっ、ー、と、お待たせいたしました。セグメント別の分析をしておりますと。えっ、ー、と、売り上げ収益等はですね、えっ、ー、と、決算端節とか有価証券報告書からセグメント別で引っ張ってきているものになっていまして、えー、それぞれ、セグメント別と、えっ、ー、と、合計金額を出しております。 で2020年の値だけですね、第3クォーター実績から、えっと、導き出している予想になってまして、えっと、決算単身等で発表されている通期の予想とは異なりますの、ね、で、あらかじめご了承ください。第3クォーター時の実績を割る算してから、かける4にして求めているものになります。で、営業利益も同様ですね、えっと、引っ張ってきて持ってきてますと。で、営業利益率も、ねえー、営業利益率も気になったので求めました。 最後 EPS の方はですね、過去の決算端子等からですね、全部値引っ張ってきて、えー、配当金の実績値とかを持ってきたってものになっております。では簡単に紹介させていただきます。えっと JT なんですけども、えっと、これちょっと0.6ってあるのは、海外タバコの、えー、JT、日本タバコ産業における海外タバコの売上高の割合が6割っていう数字を気になってちょっと出してます。まあ、なので、まあ、詰まること、 タバコをメインの、えー、会社になっていまして、まあ、医薬品とか加工食品もあるんですけども概ねタバコをやってまして、えー、海外タバコは6割ぐらいの売上高を誇っているというのが、えー、数値としてありますで、えーとまあ、こっちの左右側のグラフを見ていただきたいんですけども、えー、国内タバコの方はです、ね、ずっと売上収益が下がっていて海外タバコは売上収益が上がっているで医薬品と加工食品は共に下がっているというのがポイントになりますとはい 営業利益の方はですね、えっと、国内タバコは下がっていますと。海外タバコはですね、2019年度一時的に下がっているものの、2020年には持ち直していて、えっと、ここは単調に増加していると、えっと、見れるかなと思いますで。ここ下がっている理由なんですけども、有価証券報告書を見てみるとですね、えー、2019年度にですね、海外タバコのじ、えー、海外タバコ事業における事業運営体制の変革を行ったって形で、えー、そこで費用がかかったので、それを計上している形になっていますと。 医薬品の方はですね、えー、こちらは2015年まで、16年、17年まで上がっていたものの、今はちょっと下がっているという状態になっていますで。2019年度からですね、えっと、一気に利益出ているのはですね、えっと、医薬品に関わるライセンスの譲渡を、えっと、他社に、えー、やって、そのお金をもらっているので、まあ、一過性のものになっています。 また、えっと、ライセンス上等をしたので、えっと、そもそもの JT のその、ライセス分が消えたっていう形になるのでえ、2020年度からは売り上げが減っておりますで。加工食品はですね、売り上げ高は、加工食品の方が、医薬品と加工食品を比べると、加工食品の方が多かったものの、利益で見ると、加工食品の方が医薬品よりも少ないっていう状態になっております。はい。 で営業利益率ですね。ポイントを見ていただきますと、えっと、タバコ産業は、えっと、比較的利益率は良い数字を叩き出しているのかなと思います。まあ、例えばこちらの海外タバコの部分ですね。えっと、一時期20%まで下がっていたものの、えっと、27. 2 7トまで上がっていて、まあ、ここは、えっと、 事業運営体制を見直しを行ったっていうのがありますので、まあ、2018年よりもですね、2020年の方が、えっと、利益率がいい数字を出しているって形になっております。まあ、メインの事業で利益率がいい数字を出ているのは、えっと、好感が持てるかなと思います。まあ、医薬品も20%前後で、まあ、そこそこいいかなと思います。加工食品は合ってないようなものですね。はい。JT 全体で見ますと、えっと、利益率としては25%っていう形になっております。はい。 またですね、EPS の方も2016年からを上って持ってきました。えっと、こちらはちょっとグラフにはしていないんですけども、グラフにしますか。まあ、しなくてもわかりますよね。えっと、下がってます。っていう形で235円から219円、215円、195円、174円という形で、えっと、だいたい10円から20円ぐらいずつ下がっているのがわかるかと思います。 一方ですね、配当機能は上げているって形になっていまして、130円から10円単位で上がっていて、ここは4円で幅を下げて、2020年度は増配なしって形になっております。EPS が下がっているので、えっと、配当成功としては、なんと2015年は55%っていう形で、結構余力はあったものの、もう現在は88%までになっていて、ほぼほぼ余力なしですね。配当成功自体はですね、だいたい ざっくり10%ずつ上がっているという形で、もう2021年度は、えー、予想だともう98%になってしまうっていうのが現状です。はい。ということで、今までの決算単身だとか有価証言報告書、あとセグメント別の売上高 EPS の、えー、まとめの方を見ての総括になってます。えっと、まずはですね、そえーこ セグメント別の総括ですね、えー。国内のタバコ産業なんですけども、こちらですね、有価証券報告書の方にも書かれてはいるんですけども、あるかな。ちょっと少々お待ちください。やっぱり準備が悪いって言われそう。税金。タバコに課せられる税金がですね、すっごい上がってるんですよ。私も初めて知ったんですけど。 本当に準備が悪い。えー、っとですね。ごめんなさい。ちょっとないので違うやつを出させてください。ちょっと今ブログに書いてるものにしますね。えー、っと、これかな。ちょっとブログからいっぱい出してきて大変恐縮なんですけども。えー、っと、タバコなんですけども。 えっと、いろいろ税金変わってますと。アイコスとかはですね、えっと、2020年から、2018年10月から2020年10月までですね、加熱式タバコの税率が変わりましたよという形で、えっと、今まではですね、1g を1本換算で、えっと、税金出してたんですけども、今回からはですね、 えっと、加熱卵の重量 0.4g を持って0.5本に換算するって形なので、まあ、単純に1本あたりにすると 0.8g あたりに税金を貸すって形になるので、1g から 0.8g で下がっているので、えっ、ー、と、税金が上がってますね。で、これも2020年まで、22年までにですね、えっ、ー、と、課税方式を見直せって国から言われているので、えっ、ー、と、税金将来アップしたりだとか、えー、ありますと。で、えっ、ー、と、年々ですね、 タバコ自体の税金だとか消費税自体も上がっているので、結構タバコの単価が上がっているという形になってますと。まあ単、単価が上がるというか、なんていうんですかね、単価は下がってるのか。あの、税金だけ上がって、低価は上がってるんですけども、利益としてはそこまで出ていないっていうのがあるので、まあ、税金がアップでちょっと購入できる人も少なくなりつつあるっていうのと、まあ、そもそもですね、えっと、日本ではタバコ数う人まあ、 今、周り見ていただければお分かりの通り、若い人とか吸ってないので、え市場自体が衰退しているって形で、ちょっと国内事業、まあ、数字から見てもですね、エグ利益ッ下がっているので、望みは薄いのかなと思いますと。ただですね、海外の方、まあ、JT で言うと、えっと、6割の売り上げを占める海外の方は望みがあるのかなと思っていて、えー、売上高も、えー、上昇していて、かつ体制変更によって利益率も27%までアップしているので、えっと、ここら辺は、 良いかなと思いますただし、ちょっとここには書いていないんですけども、えっ、ー、と、世界全体で見るとですね、えっ、ー、と、先進国の方も、えっ、ー、と、健康志向の強まりによって、タバコの本数が下がっ、あの、タバコを吸ってる人も少なくなっているっていうのは実情ですので、まあ、ここも長い未来、まあ、5年、10年の未来で見ると、売り上げ高は下がっていくのかなっていうのは思ってます。で、一方、医薬品加工食品はですね、まあ、薬品は利益率20%あるので、まあ、あるんですけども、まあ、ライセンスの、 上渡とかもしていて、売り上げ高自体、営業利益自体下がっているので、ここはちょっと望み少ないかなと思ってます。で、加工食品は、まあ利益率が、まあ1%いってない時とかもあるので、まあ3%前後という形で、まあ合ってないようなものなのかなと思って、まあ今回、えっ、ー、と、こあの、後輩株である JT を買うか否かっていう判断する材料としては、えっ、ー、と、まあ利益少ないので、えー、と今回、あの、あまり考えていません。はい。ダメダメな成績な気がするっていうのはちょっと言い過ぎですね。 JT としては、あの、これはちょっと失礼しました。成績自体は、と私がとやかく言える身分ではないので、えっ、ー、と、まあ、利益としてはあまりなくな,ないので、えっ、ー、と、今回はちょっと考慮対象外とさせていただきますと。という形で、えっ、ー、と、まあ、あセグメントの方はこういう総括なんですけども、まあ、全体感で見ますと、やっぱり、えっ、ー、と、主要なタバコ事業だけが頼りという形になっていますと。で、タバコなんですけども、えっ、ー、と、中国が、 えー、トツナンバーワンで、シェア8、えっ、ー、と、7割ぐらい持ってるのかな。で、その後、アメリカに続いて JT っていう形になるので、まあ、敵も多い中シェアを、シェアを伸ばしていただき、えー、シェアを伸ばしてい,いけるかっていうのが鍵かなと思ってますと。で、えっ、ー、と、まあ、先進国の方では健康志向の、えー、方が強まっているので、えっ、ー、と、将来的には売り上げが下がるのかなっていうのを見てます。まあ、将来っていうのは5年、10年スパンですね。まあ、えー、利益率自体は改善しているので、直近の方は利益は上げ,上げていける。 か,えー、かなと思います、まあ、ただしですね10年の配当成功とか、えー、自己資本比率になってまして自己資本比率の方が、えー、5年前は60何ーだったっけ5年前かなりあったと思うんですけどもえとえっと、えー えっと、自己資本比率はここかな62%まであったものの、もう直近どんどん44%まで下がっていて、自己資本比率が下がっているっていうことは、銀行等から、えっ、ー、と、お金を借り入れないと事業ができないっていう状況になりつつあるってことが、えなりつつあるってことを示しているので、ちょっと50%切っているって時点で、まあ少し危ういかなと思っていますまたですね、配当成功の方もですね、まあ、単純にこれ10%ずつ上がっているって考えると、もう98%まで次回来るので、 もう、配当、この154円を維持できるのっていうのはもう1年ぐらいしかないっていうのが、まあ単純な計算でわかると思います。まあそんな単純な計算で表せないっていうご意見もあると思うんですけども、まあもうシンプルに考えると、えっと、もうあと1年ぐらいしか150円の配当金は支払えないよっていうのが見えるかと思います。はい。ですので、えっと、一概に買うなとは言えないんですけども、えっと、毎年 EPS 減少しているっていう形で、配当原資になりうる EPS が減少しているので、えっと、新規の購入は、 えっと、今回、兼利地ビ日で株価が大きく下がったんですけども、えっと、あまりお勧めはしません、はい。PR 的にも12倍なんですけども、割安な気もしますが、お勧めはしません。理由としては、えっと、配当金がですね、もう 2,、えー、2年後にはもう、この150円が出せないからです。 で既存の保有者の方はですね、まあ、最低単元だけ保有して配当プラス優待を持つのはありかなと思いますと。配当金が1株当たり154円と、あと、JT 優待2500円分のお米とか水っていうのも、えー、個人投資家、まあ、あの、株主に対して渡しているので、ここは、美味しいかなと思っていて、まあ、154円プラス2500円の100円、えっと、1株当たりに関すると25円ですね。 出すスト179円になるので、まあ、株価は今現在2090円なので、配当優待利回りで言うと8.5%あるという形で、まあ、お得なのかなと思います。まあ、なので、えっと、既存の保有者の方はですね、もう最低単元まで減らす、減らして、まあ、あと1年だけ、この配当と優待を持つ、えー、優待利、えー、配当と優待をもらうのはありかなっていうのは思ってます。はい。まあ、なので、えっと、まあ、買って一株、あ、買って100株ですかね。買って100株で、 ま、それでも、ま、数年後には売却しなくちゃいけないのかなと思ってます。で、新規の購入者の方はですね、まあ、他にも、後輩と銘柄とか、いい、えー、と銘柄紹介していますの、ね、で、他の動画とかで、ぜひそちらの方をご覧いただいて、えー、そっちに乗り換えていただくとかっていうのは考えてみてはいいのかなっていうのは個人的な意見です。はい。少しちょっと批判的な意見になってしまったんですけども、あのー、 コメントとかいただけると大変助かります。あの皆さんと一緒に、えー、いろんな銘柄の方を勉強していきたいなと思いますので何かご意見とかがあればコメントいただけると嬉しいです。はい以上となります、えー。最後までご覧いただいてありがとうございました。